ゆるい感じで雑談、略してゆる雑。今日は今日はね、最近ハマってることについてちょっと、ゆるい感じで、一人で喋っていきたいと思います。最近ハマってること、なんやろ。最近チョコかな。チョコというか、チョコにハマってるというか、なんかその作業してると糖分が欲しくなるんですよね。で、チョコ、ちょっと前はあんこやって、あんこにハマってて、小豆自体が好きやからあんこにハマってて、でずっと食べてたんやけど、飽きてきたかな。なんか違うものが欲しいなと思って、和よりも洋が欲しいなと思って、でチョコにハマってます。ハマってるというか、チョコがもちろん食べたい。あ、そうやそうや、思い出した。去年からずっと白熊食べてるんですけど、夏になったらセブン限定の、白熊アイス、カップに入ってて、税込み300円かな。税込み300円。3種類あんねんけど、なぜか関西は2種類しかないという。マンゴーがなんか売ってへんねん、関西。多分他県では売ってるみたいやねんけど、なぜか売ってへんくて、いちごと、あと3種類入ってるやつかな、しか、その2種類しか売ってなくて、マンゴー食ってみたいねんけどなと思って、いつかその違うとこ行った時に、もう絶対食べたろうと思ってるんですけど、とりあえず今はもう関西で売ってへんから、まじゃないから、2種類で我慢してます。2種類って言っても、いちごの方あんま買えへんかな。それもう1種類の方かな、その3種類入ってる方のやつを買ってるんですけど、めっちゃうまい。練乳が多いからかな、飽きへんね。ほんまの普通の白熊はでかい、くて、多分あれ練乳入ってるのかな、ミルクアイスだけちゃうかな。普通の白熊あんま食べたことないねんな、なんかどっちかといえばね、ほんまなんかもうかき氷って感じ、でも白熊は練乳は何しかもうたっぷり入ってて、めっちゃうまい。もう最後まで練乳を楽しめるって感じ、もうぜひセブン行った時は買ってみてください。マジでうまいんで、っていうどうでもいい使用してしまったけど、そうじゃなくて、それとチョコにハマってて、なんかね、無償にチョコが食べたくなるんですよね。で、コンビニ行った時に、チョコ買おうと思ってたんですけど、でもパフェも食べたいなと思って、チョコのパフェも食べたいなと思って、見たら、もうでかいのしかなくて、ですぐお腹いっぱいになるから、でかいのか、でもな、食いたいけどな、でもな、すぐ腹いっぱいになるしな、こんな量食ったら絶対腹、体冷えそうとか思って、で、チョコ買ったんですよ。で、食べてたんですけど、やっぱパフェの方が良かったかなと思って、なんかその時思ったのが、どんな量であろうと、もう体が欲しがったものを与える、選ぶっていうこと、だからその時にその魂が欲しがったものを、また欲しがったものを選んだら、めっちゃうまい。ほんまにめっちゃうまく感じるんですよね。あ、この間なんかなんか酸っぱい系が飲みたいなと思って、その酢とかの酸っぱさとかじゃなくて、なんかその柑橘系の酸っぱいやつが飲みたいなと思って、コンビニでポンジュース買ったんですよ。コンビニでポンジュース売ってるのって多分あんまないんちゃうかな。なぜかその時にそこにポンジュースがあったんですよね。